バッタモン会のコスプレメイクができるまでは。い、バッタモン会です。小林ひろゆきです。デブレイ松井です。バッタモン山下です。お願いします。というわけで久しぶりにここからの配信でございますが、そうですね、今日は何のコスプレメイクをするんでしょうか。はい、東京リベンジャーズの、はい、リベンジャーズエマちゃんのエマちゃんコスプレメイクをしていきたいと思います。冬の話またいっぱいしようだろうなぁ気持ち悪いから、そこはなんか抑えてもらわないと。まあまあね、アニメも進んでますからね、いろいろと進んでますからね、というわけでいろいろ話していきたいと思います。コスプレメイクスタート、無事に松の千冬くんと入籍を果たしましたので、ね、おめでとうありがとう。怖いよ、おめでとう。無事に松の千冬くんと入籍を果たしましたんで、すごい高校生の制服して入籍っていうのは本当にヤンキー感がいる。誓います。あ、出た。好きはするんですかっていうね、いつなんですかみたいな。いつにしよう、みんないつなら来れる。まだちょっと学生なもんですから。あ、そうね、まあ、こういう時期だしね。そうだね、もう一人集められたらなんか、いつならいけるかな。年末、でも年末みんな忙しいもんね。そうですか。じゃあ私の誕生日にします。あ、なるほどね。年明け1月にします。そんなの過去に実はあるからね、BTU の場合。ありがとうはね、前回のあるから。お願いします。ブルーブルームのランタナってやつを使います。ランタナ、ランタナってやつですね、はい、そう、結構アニメの山ちゃん目が黄色めなので、黄色いけど可愛げが残るやつを選んできました。はい、はい、こんな感じです。あ、でもナチュラルだけど色が出てる。かわいい感じでしょ、うちもくっきりだし、いいですね。はい、こんな感じになります、顔を引っ張っていきます。100均とかでも買えるサージカルテープを使います。マツキ用のプラスチックテープを使っていきます。テープ貼る前に、ピュアバリアでこれで、顔を皮膚を保護していきたいと思います。映画はね、映画でうまくまとまり、うまく面白かったっていう話を ね、そうね、されてますね。まあ、そう、上手にまとめてはいましたね。もうさ、どうやって終わったかネタバレしていい？正直そのアニメ見てたり原作見てれば問題はないのよ。まあ、アニメだともう、あの辺までだなってなったと思われてるし、ね、そうはい、こんな感じでとりあえずもうシンプルに真上とこの顎のラインを耳の後ろに引っ張りました。これで一旦いきます。のでベースメイクをしていきたいと思います。 BB クリームオークルファンデーション、ダイソーで買えるやつですね。これを適量出して顔に広げていきたいと思います。あんま言わない感じで、最後の方言うわ、はい、そうですね、トラックの前で終わんのよ。あ、なるほど、なるほど、トラックの前で終わるから、その映画しか見なかった人、その俳優目当てで映画だけを見に行った人にぜひ漫画読んでもらって地獄は味わってます。すごいね、なるほどね、非常に。だから続編やるのかわからないけど、まあ、これはちょっとネタバレになるかもしれないけど、続編をやらないとハンマーを出した意味がマジでない。あ、そうかイケメンでいい味を出してるのにいらん、マジで。はい、全体にベースを広げたので、ダイソーで買えるユアグラムのコンシーラーですね。これで腹を隠していきたいと思います。お願いします。ひさきも正直そんなにもう、まあ、こっちは知ってるから分かるのかもしれないけど、初めて見た人が果たして分かるのかっていうぐらいのひさきだったから、その目的がね。ひさきに関してなんて言ったら、アニメですら今からだぞっていう感じじゃないですか。そのあの、できた時に本当にキーハイアニメを見てる人は分かると思うけど、ただめちゃめちゃ顔がいい。映画だけ派の人が2期作られて、2期見た時にうわー、あの時のあいつか伏線みたいな感じになるんだろうね。なるんだろうなっていう、なるね、本当もう絶望から始めてほしいよね。そうですね。で、まあ、そうなるんだろうね。大事するガッとまとめて前半で、そっから続きからよね。はい、土台を綺麗に完成させましたので、アイメイクをしていきたいと思います。ダイソーで買えるユアグラムのリキッドアイライナーブラックですね。これで描いていきます。二重の、私の二重のラインぐらいまで、がっちりと線を描いて塗っていっちゃいます。でちょっと気持ち垂れ目な感じに線を、目尻をちょっと下げていきたいと思います。モッチーまだいるかな。モッチーいるんだろう、ね、モッチーもね、そう、漫画読みましたっていう LINE をわざわざ送ってくれたからね、いっぱいね、あの、いい感じに話してほしいね。漫画はだって止めどころわかんないくらい先が先がって感じだからね。
とだってアニメだとさ、アニメから入った人ってアニメやってるとこまでとりあえず漫画読もうって人いると思うんだけど、東京リベンジャーズに対したら多分止められないと思う。犯人がどう、誰がどうなるっていうね、そういうポイントで楽しかったからね。そうなんだよね、1回目はね、なんかもうとりあえずどうなるんだみたいな、そうそうそう、これは良かった、いやこれで良かったっていう気持ちで、ほんとなんかもう2回目読み返してからの沼が深い。1回目はね、そのつながりがあんま気になってないから、ああこいつそうなんだ、そう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 、そうそう、勝利条件とか竹道のさ、そういうことの方が気になっちゃうじゃん。そうね、そう、なんか人もさ、なんかもう増えてきてさ、とりあえずもうなんか誰が誰とかもよくわかんない、もうとりあえずもう話をみたいな感じさ、そうですね、わーって言わん、とりあえずでも18巻だけは1回これめっちゃあの巻でおっこれは本当に2回目からのが本当にそのキャラとかもちゃんと分かりのなんか泣いてた、うん、本当1回目はマジ勢いだった、そうですね、うん、ここに入ってきてだんだん東漫のメンバーのさ掘り下げがされるわけじゃないですか、アニメ、ね、アニメですね、うん、アニメ一期から見てさチラチラ出てきた人たちがようやくなんかちゃんと出てくるぞっていうのはここからだから、うん、楽しいんだろうなって思いながら三ツ矢さんとかね、そう、うん、いやでもそうだからなんかあのそう、私のバイト先の子がね、本当アニメしか見てないんですけど、だから私は毎週感想楽しみにね聞いてるんですけど、うん、はい、そので私がやっぱちふゆが好きだから、うん、そのちふゆの話をやっぱするんですよ。3話で出てきたあの後ろ刈り上げてる可愛い金髪の子が好きなんですけどみたいな知能が下がってませんか、あの子可愛い方ですよね、刈り上げの部分みたいな、うん、まあどれぐらいの覚えてるかね、アニメは、まあ、そうですね、うん、そう、だからそう私が好きなのもあって、やっぱその松野千冬という存在をもう初めから理解しちゃうわけよ。そうですね、出てましたね、映ってましたね、夏木さんの推しみたいな。ああ、そっか、うん、それ聞いてたら、そっか、初見で。そう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 、はい、なんか最初から気になる世界線に私も行きたいって思った最初からか、あの金髪の子なんか可愛いっていう世界線に行きたい、それぐらいの理由でタイムリープ出てきたあえて記憶を失いたいぐらいの話じゃないと、誰と握手したらなれるんでしょ、誰もそんな思いないよ、そんな思いないから共通の人がいたらいけるのに、あれは同じ人救いたいっていう話で、同じぐらい、でも多分そういう地冬の初見それも楽しみたいっていう人いると思うんだよいけるかな、そんな理由で。バジさんとか。その時記憶消して、もう一回読み直して。うん、いや、なんかそう、漫画読んでるとさ、ほんと地冬のことって全然知らないのよ、最初。そうですね。だから、アニメで、可愛い子いるってなりたいアニメでそのさ、うん、あの過去の話とかその漫画でやってないとことかを結構アニメやってくれるから、そこで地冬のことやられたら本当に死んじゃうから、本当に死んじゃう、可愛さが死んだらそういうことですから、こうやって死ぬ、漫画掲げて死ぬもうダメ、もうここ爪立てちゃったもん、爪のあるとか頭抱えずにメイクしてるのにそれでいったいやいや、でもね、何だろ、はい、LINE を大丈夫、爪のあるからめっちゃ爪のあるから体に乗ってるんだよ、これは回復力にしたいよ、そうだ、エマちゃんおでこ出てるからさ、あ、そうだ、 LINE を引きましたので二重、はい、の LINE ぐらいまで塗ってて、目頭も自然になるように線を引いてます。で、目尻はちょっと下げ気味で描いております。で、まぶたを今、塗ってしまったので、こちらですね、ダイソーの伸びるアイテープでこうまぶたのところに二重を作っていきたいと思います。おーい、貼ります。はぁ、もうどうしよう、本当に解散はどうしようと言ってて、自分もありますね、今目にアップしただけじゃないですか、アイメイクの説明で、はい、思った以上にその配信の出したとわかんないかもしれないけど、後がガッツリ映っててどうしようと思います、ちょっとこれ私もね、肉眼でどうするで、エマちゃんねを見て、うん、おでこやっぱ出てるよなって思って、どうしようと思ってます最後まで回復してくれるかの勝負が始まりました、するかもっと増えるかのどっちよちょっとあれだね、これは増やさないようにちょっと極力ね、出血しましたってなったらなんでギーンってごめん、止めろって、やっと踏み絵って言えるからさ、もう、そうですね、今までほんと踏み絵って言うとネタバレになっちゃうからさ、そうですね、その血のハロウィン編やりますっていう PV がさ、その通り弁のやつアニメなんて出た時にさ、もう踏み絵されてる地冬がもうエッチすぎてさ、ヒーってなってたんだけどあれってエッチなん？エッチだった、あれってエッチなん？エッチだったちょっと会話がバカすぎる、そうなん、会話がバカすぎる、エッチに太いからあれはエッチなんだ、これはエッチです、エッチって書いてある、エッチ剤バカ裁判つけまつげ真ん中の方が
ちょっと濃いめのやつですね。これをつけていこうかな。それかこっちの濃いめのボリュームなライオンにしようか。ライオンですね。まあ、エモちゃんはね、ちょっとバサバサ。そうなのよ、ギャルだもんね。がっつりバサバサ。こっちのがいいかな。うん、こっちにしてみる？そうですね。ライオンにしてみようか。そのぐらいバサバサでもいい気がする。濃いめのボリュームなライオンの。すごい名前で。10秒まつげく。下まつげもつけていきたいと思います。うん、マジでエマちゃん燃えるだけ持ってよい。元のギャルって感じだからね。東京リベンジャーズので初代まつげ王のイメージがある。後からどんどんまつげ増えてくるからあれだけど。あと王者が来るからさ。ね、まつげが歩いてるから。ほい、とりあえずまつげをつけました。ねえ、バッチバッチ。上と下はちょっとこのここの幅が広くなるように垂れ目な感じになるようにちょっと隙間を空けて貼ってます。ちょっとこの足らない部分とかはアイライナーでちょっと描き足してます。シャドウを塗っていきたいと思います。キャンドゥで買えるアイシャドウベリーラテですね。これの濃いやつをこの隙間に入れていって、で、ピンクはここですかね、こっちの下まつげの隙間に入れます。で、薄いのと濃いので涙袋とかをちょっとこう立体的に作っていきたいと思います。やります。ほい、こんな感じでシャドウを入れました。目がでかい。まつげになった。うん、まつげになりつつある。もうね、サイズが違う、殴られてる。ああ、もうちょっと出ちゃう。通常の方が殴られてる。はい、じゃあとりあえずこれで片目を完成としまして、もう片目をやりたいと思います。はい、よし。はい、両目が終わりましたので、とリベの話をしたいと思います。はい、よし、皆さんお待たせしました。すいません、すいませんね。青春時代の話が、そろそろエマちゃんの話が入るかな。いや、エマちゃんの話はさ、したいんだけどさ、できないんだよね。これ、アイがいいよ、レクラシ。最初始める前に、エマちゃんの話がちょっと出たんですけど、思った以上にエマちゃん今言えない情報多いなっていう。まあ、まだ全然、エマちゃんがあんま出てないようなもんだから。そうなんだよね。ただ可愛い子だなっていう。はい、オートマティックアイブロウペンシル、これは、キャンドゥとかで買えるやつですね。これで眉毛を描いていきたいと思います。まあ、ちょいツリツリっていうか、まあ、強気な感じではありますかね。はい、いや、通り部のね、女たちはマジでみんないいからね。そうですね。ね、悪い女、嫌いっていう女いるっていう話は、逆にヤンキーの横にいる嫌な女みたいなやつはいないよ ね、 そうね、いないし、なんか本当ね、嫌ないじめみたいなする女もいないし、うんうん、こういう感じですかね、眉毛は。うん、ちょっと太めの、うん、ちょっと太めのまっすぐでもない感じで描きました。鼻をちょっとキュッとさせたいと思います。まぶたに使ったアイテープを使っていきます。このダイソーのアイテープですね。これを逆にして使っていきます。わかりやすいように大きいテープでやりたいと思います。外側ですね、外側に貼ります、うん、で、反対側の鼻の穴の中に貼ります、うん、そうするとキュッとなりますので、うん、これをこれでやりたいと思います。片っぽキュッとしました。はい、でもう片っぽもしていきます。そう、エマちゃんね、でも本当、本当通り部の女子はみんないいから。いい女子ですよ。みんないいから、この後出てくる女も本当、早く見たいな。そうですね、見たいですね、早く。そうだよ、あの女子は。深くは何も言えないけど。かっこいいんだよな。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいんだよ。はい、鼻をキュッとさせました。はい、で、ちょっとチーク入れましょうかね。キャンドゥとかで買えるアニマルチーク、ピーチです。ちょっとこの辺出ていきましょう。口紅を塗っていきたいと思います。キャンドゥとかで買えるアイブロウクレヨン、クラシックピンクですね。これを塗っていきたいと思います。中学生だったわ、っていうこれはね。いや、そうなんだよ、ちょいちょい手に振りと通り部はね、そう思う。中学生なんだ。いや、なんか中学生だからこその可愛さあるよね。なんかそこに固執しちゃうんだみたいな のを考えていくと、まあ中学生だもんな。かわいいな。この可愛さじゃ中1でっていう凄さもね、感じる。だってあのパルハラのさ、踏み絵のところもさ、あの楽しそうな生き生きしてるハンマー、はい、うん、もう何年か後に思い出したらもう超黒歴史よ。進行を試してるんだって。なんかザビエルのことでも授業でやったのかなみたいな、ね、社会でやったのかなみたいな。
すぐそういうのあれが来たよって思ってるに。はい、そんな感じで口紅ももう塗り終わっていますので、しっかり塗れてます、はい、ちょっとはっきりめに、はい、ちょっと気持ち大きめに塗って形整えて塗ってます、はい、のでまだ話は足らない、つきませんが、はい、完成です。ウィッグを紹介したいと思います。はい、お願いします。今回もウィッグショップメイプル池袋店さんにご協力をいただきました。はい、使った元のウィッグは、YouTube の概要欄に書いてありますので、こちらをチェックしてください。はい、加工したものがこちらになります。ちょっとね、その黄色目が強いのを選んだんですけど、うん、まあ金髪はやっぱりいろんな色あるので、そこはお好みで選んでいただければなと思います。基本的に本当普通のロングのやつを、あのもともとね、実際もともとねたロング、普通のロングのやつを切って加工しました。でもね、割と可愛くできたと思うのよ、うん、この後ろの感じを見てほしいんだけど、になりながらカールしてる、綺麗ですね。そう、3段階に分けて、エマちゃんのダンダンな感じを出しました。うん、まさにエメみたいな、そんな感じだね。ほんと前髪も、まあ、横に流すようにカットして、ちょっとカットして巻いてあげた、ふわりさせてあげた感じですね。ほ、うんと一番頑張ったのはこの後ろの感じです。片っぽにさ出してるから、エマちゃんって、うん、木にこう出してるので、うん、多少こっち側のが長さは長くなってます、うん、こうなるから、うん、ここの長さがちょっと違うのはね、こっから出すようなのでわざとです。うん、多くなる方が長くなる、うん、というわけでこれをかぶっていきたいと思います。こちら1点限定で後日ビッグショップメープル池袋店さんにて販売されます。やったー。詳しい発売日や値段などはビッグショップメープル池袋店さんのツイッターなどをチェックしてください。お願いします。お願いします。会員さんが作ったのなんて嫌だよ、でももう自分じゃウィッグ作れないよっていう人はどうしたらいいの、松井？そんな時はですね、ウィッグショップメイプル池袋店さんではこんなことをやってるよ、ウィッグ加工サービスを始めました。なんだって？メイプルのスタッフさんがウィッグ加工をしてくれるっていうとんでもねえサービスです。とんでもねえ、なんかどっち来ちゃった。ウィッグ選びから加工までしっかりサポートをしてくれます。すごーい。まずはお見積もりから、 Twitter で簡易見積もりもお受けしております。 DM にてご希望内容、キャラ名、作品名など資料の画像をお送りください。そしたら見積もりをしてくれます。その時に相談なんかしてもいいと思います。今はもちろん大変人気なので、8月下旬以降の受け渡しになるようです。見て。でもどんな風に作ってもらえるのかわかんないよ。そういう時はツイッターでウィッグショップメープルさんのアカウント見てみよう。芸術作品がいっぱい見れるよ。なんとただで見れちゃうからびっくり。すごい。待ち受けにしろ。というサービスございますので、皆様ぜひぜひご利用ください。はーい。松井さんを映してる間に会さんがだいぶギャルになっております。急にね、画面変わるとギャル。マジすごい。メイプルさん、先日はウィッグの中からの、コスプレ講座をやられたら、すごいですね。可愛くない？可愛くない？可愛くない？懐かしいギャルっぽい喋ったね。あー、違うんだよ、手出すとさ、強いんだよ。それはいいよ。いや、それはエマちゃんだ。エマちゃん身体能力高そうだしな。いや、そう、かわいい。ここまでか。完成です。カーディガンはさ、着るじゃん、ギャル。はい、まあ、そう、見せるか。そう、普通に着る。で、うちらの時はユニクロのカーディガンが鬼流行りしたの。ああ、なんかありますね、どこでも何っていうの、ね、そう多分その前とかプレイボーイとかね。ああ、うさぎの。ああ、どうしよう、プレイボーイのマークがついてるやつみたいな。うちらの時はユニクロがめちゃめちゃ流行ったの。へえ。でもこれはカーディガンなかったから、なんと早見浩の私服です。早見浩だった。あれが色ぴったりのカーディガン持ってたんだなと思って、早見浩だった。すごい色ぴったりだなと思った。そんなところに泣かれてたらずっと
しょ。なんだ。匂わせじゃねえかそんなもん。匂わせだぞ。本当だよ。いい色だと思ったでしょ。早見ひろ。完璧だった。下から舐めていくと途中で早見ひろがちらつくっていう。はい。ウルフスからの。ヒロ様さっきまでね、その存在に気づいてなかったんだけどねって感じですね。というわけで、毎週月曜日ですね、コスプレメイクの配信の時は18時頃からで、衣装を作ったりする時とかはお昼ぐらいから長時間にわたって毎週月曜日何かやってたりしますので、お時間合えばぜひ今後も見に来てもらえたら嬉しいと思っております。来週は衣装作りかコスプレメイクかで言うと、そうですね、衣装作りにはなるんですけれども、河合、はい、さん何やんの、河合さん何作るんですか。作んない。ストライキだ。どうしよう、やばっちゃった。私作んない。河合さんがストライキだ。おしまいじゃない。誰が作るんですか。どうすればいいんだ。作るのはあなたたちです。そうだそうだ、ね、そうやって指さしてるとそう見えちゃ う, なんですよ。ただ我々、ね、が指させたのはカメラじゃなく、はい、次回の主役はなんと、はい、山下さんですでございます。久しぶりのね、はい、山下会、まあ、なんかまあ簡単に説明すると、私がその次の週がちょっとお休みなので、ちょっと別のお仕事で、はい、2週目がお仕事なので、来週はヤマピーに衣装を作ってもらって、来週はいるんですけど、はい、来週はヤマピーに衣装を作ってもらって、はい、その次の週にそれのコスプレメイクをしてもらおうかなと思っております。はい、はい、なんで次回山下さんが衣装を作るという、はい、この人が山下さんです。はい、この人が画面で初見ですという人がいつもしゃべる、ドア楽しかったですが、来週は山下がコスプレ衣装を作れるまで終われません配信を行います。はい、でやるキャラクターは今割と話題の、株式会社エニーカラーズさんの、うん、二次三次プロジェクトの花畑ジャイカさんの衣装を作る。ジャイカさん、聞いたことある。あのでけえオカマのエルフでメイド服、ゴイゴイのメイド服、謎のダンス、インドや、謎のダンスだ、通称インド。そうそう、まあインドも最近やってないけどね。まあ、とりあえずその衣装を作りたいと思います。なるほど。でその次の週にチャイカさんのメイクをやりますが、ね、メイクの方がゴリゴリ、そうね、もうバツバツのね。衣装はね、意外とシンプルな、そんなに飾りないメイドックなんで。じゃあ簡単にできそうですか、吉田さん。今これはヤマピー得意の栗みたいになって、ね、今振ってんなと思ったから、ね、自分できますんで。どのくらいでできそう。そう、そうね、時間 ね、毎回河合さんの時に測られてますからね。はい、真面目に言うと多分7時間くらいかな。7、5かなと勝手に予想したけど、7ね。というわけで今週もありがとうございました。バイバーイ。あ、いいですね、金髪の男女ですね、今。金髪の男女、やだー。